韓国政府は、日本、台湾、マカオからの観光客に対して8月の1ヶ月間、一時的にノービザ入国を許可するという。ソウル市は3日、文化体育観光部、法務部、外交部、疾病庁が出席した第100回海外流入状況評価関係部署会議でノービザ入国の許可が確定したと明らかにした。対象は、2019年の訪韓観光客数が中国に続いて2位だった日本、3位の台湾とマカオだ。今月10日から14日、電気自動車レースや K-POP 公演などを開催するソウルフェスタ2022を準備中のソウル市は、今年6月から観光客誘致のためにこれらの国地域に対するノービザ入国の再開を政府に要求してきた。最近、旅行の需要が少しずつ回復し、夏休みを迎えて韓国を訪れようとする外国人が増えているが、日本などの在外公館でビザを取ろうとすると3から4週間以上かかり、それが妨げになっている。ソウル市側は3つの国地域のノービザ入国再開が決定して訪韓や旅行の不便さが改善されるとみられる。ソウルを訪れる外国人観光客の需要が回復するよう期待していると伝えた。ただ、新型コロナウイルス感染拡大以降、2021年9月からノービザ入国可能な国地域を対象に電子旅行許可制度が実施され、ビザは必要なくても出発72時間前に KETA を申請した後、許可を得ると訪韓できた。ソウル市は大規模な人が集まると予想されるソウルフェスタ期間中、会場の消毒や体温計測、観客の防疫遵守のための安全要員を配置するなど徹底して準備をすると明らかにした。ソウル市のチェギョンジュ観光体育局長は8月の1ヶ月間という一時的な期間であるが、ソウルを訪れる外国人観光客が様々なソウルを経験できるよう、ソウル観光活性化と観光業界の需要回復のために頑張りたいと述べた。また日本を出国する前には次の3つを出発前48時間以内に受けた PCR 検査の陰性証明書発行と検疫情報事前入力システムである韓国用 Q コードの登録、日本用 MySOS の登録準備しておくといい。まず PCR 検査の陰性証明書については、氏名、生年月日、検査方法に基づいた検査または専門家用抗原検査、検査費、検査結果、発給費、検査期間など7項目が記載必須となる。またもちろん検査結果は陰性でなければならず、検査方法の項目がハングルまたは英文で記載されていなければならない。次に Q コードへの登録を事前に済ませて QR コードを発行し、韓国到着時に提示すると入国後の検疫手続きの短縮手続きが簡素化する。登録は少し手間がかかるため、必ず出発前に十分な時間を確保して済ませておくと良い。1、国籍の大陸を選択後、下の国籍を選択。Terms and Conditions、Agreement to the Collection and Use of Personal Information, Unique Identification Information Process, Agreement to the Details of Processing Sensitive Information にアグリする。2、パスポート番号。QR コードを受け取るメールアドレスを入力。メールアドレスは @以降がneighbor.com、hanmail.net、meishu.com、gmail.com、msn.com のみ可能となっているので、所有していない場合は Gmail などのメールアドレスを作るといい。3、パスポート情報を入力。4、最終出発国、出発予定日、到着予定日、韓国内での滞在先住所、自分の携帯番号といった滞在情報を入力。5、新型コロナワクチン接種費、PCR 検査また RAT 陰性確認書のファイルをアップロード。6、最近21日間に発熱、悪寒、頭痛、喉の痛み、鼻水、咳、呼吸困難、吐き気、腹痛や下痢、発疹などがなかったかなどの健康状態の入力。ここまで入力を完了して送信すると、登録したメールアドレスに QR コードが送られてくる。空港に到着したら読み取り機にこの QR コードをかざし、入国審査に進む。無事に入国が完了すると、短期滞在外国人は入国後1日以内にインチョン国際空港コロナウイルス検査センターまたは近くの医療機関などで検査を実施する。次に、
日本に帰国する際に必要な検疫に関する情報を事前に入力しておくと便利。HCO ホームページにアクセスし、MySOS へのウェブもしくはアプリで登録し、パスポート情報や滞在情報、健康状態などを入力しておく。